水素還元製鉄法の評価と課題につき、ご説明申し上げます。内容はこのとおりでございます。最初は製鉄業と炭酸ガス CO2 排出量との絡みですけれども、2019年の日本での炭酸ガス CO2 排出量は約11億トンございます。この中で製鉄業は14% を占めて一億五千五百万トンで非常に大きな炭酸ガスの排出しているセクションでございます。鉄鋼黎明はどうしようかと思っていくことで、あの考えていらっしゃるかと言いますと、二千三十年ぐらいまでに現状の航路に水素を添加して、えー、水素還元反応を並行して進行,行,進行させる。 っていうコース五十のプロジェクトを今やっております。で、それから二千五十年までに。水素還元製鉄法の、技術開発を行うということで進めております。で、水素還元製鉄法とは、これは、あの、従来法なんですけれども。ミドレクスという法と言います。 と言いまして、原料は天然ガスを使いまして、それを海室炉で水素仕様に海室しまして、これをシャフト炉に入れて、鉄鉱石を調節還元いたします。で、出てくるのは、えっと、固体のままあの、鉄鉱石の形を持って出てきますが、その中、鉄分は約94%ぐらい、あと残りは え、脈石って言いまして、まあ、あの、長石とかそういうような石が出てきます。で、これが現状ですね、もうすでに水素還元法っていうのは世界で約1億トンも作られておられまして、おりまして、え、約6%くらい、即応の生産量の6%程度は小節還元法で作られています。ただ原料が LNG、 安いところ湾岸地域とかあるいは石炭のないところインド等々で作られています。あこれがあの。これから今日お勧めいたしますのは。これの水素法なんですけれども。LNG の代わりにこれ。ダイレクトの水素を使って。過失のなしに。シャフトロで還元していこうという。そういう方,方法でございます。 で水素還元法の特徴なんですが、コロ法に比べて還元速度は大きく、かつ急熱反応です。コロ法は一酸化炭素で還元いたし、還元するのですが、発熱、反応は発熱します。水素で還元すると、反応は急熱反応になりまして、えー、若干水素から、えー、あの還元炉に熱の供給が必要です。 ただ、水素は CO に比べて反応速度が速くって、生産性が約3倍ぐらい大きく高いですから、反応炉は小さくて進みます。で反応器の出口の鉄の形状ですが、先ほど言いましたように、あのスポンジ状の固体のままで出てきてあのいますので、えー、空気中で発火のそのままでは発火の危険があって、輸送が困難という問題点もあります。また 基本的には製鉄製品中のカーボン原油量というのが0%、フォーでは5%ありますけれども、0%です。成功、鋼材にするにはどうしても2%程度必要ですので、診断するなど、鋼材の品質設計が必要となります。次、フォーとの比較ですけれども、フォーはご存知の通り、石炭でコックスを作って、 えー、コロに入れるまた鉄鉱石は石灰石で焼結して、鉱炉に入れて、鉱炉内で約2000度ぐらいの温度で還元、熱風炉で熱風を入れて,還元,して還元していきます。で出てくるのは千鉄、約1500から2000度ぐらいの溶融した鉄が出てきますが、この中にはカーボンが5%程度含まれています。これれをを天炉で酸素を入れて 脱炭素して、次の,あの連続鋳造工程に持っていきます。今回ご説明いたします水素直接還元法というのはあの、電解設備等々でグリーン水素を作って、それで還元炉で鉄鉱石をあの直接還元する。で、出てくる還元鉄はあの900度ぐらいでカーボンがあの何もしなければ、 ゼロなんですけれども、ここの関係のところに若干の LNG を入れて、診あの診断してカーボン量1%程度のものを作ります。これを電気炉に持っていって、電気炉で鉄分とあの他の脈石クセキとて分けて、で鉄はあの直接中継設備に持っていきます。 で250万トンの設備で鉄を作る場合、どういうふうになるかということを、厚労法と水素直接還元法につき検討しました。まず固定費なんですけれども、厚労法は設備が非常に大きくなって約800億円ぐらい程度かかり、固定費は5円ぐらいになります。水素還元還元元法でででは設備が小さいいので億ぐらいで 固定費は2円で水素の方が安くなりますただ変動費につきましては、高炉法はまあ高くかかりますのは、あのえっと、石炭とか CO2 の酸素の値段で40円程度になって合計46円になりますが、水素直接還元法では水素値段が問題です。水素が現状の設備、技術で、 電気代が15円ぐらいの電気で、電解で作りますと、竜ーーあたり58円程度かかって、トータル値段が70円に,に,になります。次が CO2 の排出原体なんですけれども、コロほは、えっと、コーク数から CO2 が出てきますので、CO2 が先手数1トンあたり1.9トンになります。直接水素還元法では、 鉄中のカーボン転換のために若干 LNG を加えるんですけども、それでも0.06トン程度になります。ゼロ社会、ゼロカーボン社会ではあのカーボンを出す、CO2 を出すことができませんので、これは CCS、アミン吸収とダックの組み合わせで CCS の単価が8円ぐらいで取ることができます。これを入れますと、最終的にはコール法は15円ぐらいコストアップ。 水素直接還元法はほとんど0.5円ぐらいのコストになります。これをまとめますと、現状では46円と70円ですが、水素を含めますと61円と71円となって、現状の電気代とか水素ではまだ直接水素還元法は経済的には問題があります。ただ、水素の値段が電気代が8円程度まで 何とかして下げられるとしますと、水素値段が31円になって、あの直接法は49円になって、まああの、60円、50円ですね、10円の差で、直接水素法の方がメリットが大きいという結果になります。でまとめますと、えー、この方法はやはり大規模な水素設備の開発と、水素の価格の特に 電力単価の低減が必要です。で、先ほど言いました FS の時の製鉄のところでは水素設備として実に750メガワットの設備が必要です。で、まあ、これからもやはり水素価格が安価な地域のみで成立する。で、成立させようと思えば水素をなんとかしなきゃいけないという問題があります。それともう一つは鉄にはあのカーボンとかそれを 含めたの品質設計がどうしても必要となりますこれは、あのまあ、これからの技術開発だろうと思います。参考として、現状では水素還元製鉄法は、もうドイツでは実証プラントを作るという段階まで来てまして、10万棟の設備が2023年来年にはスタートするという状況になっています。以上で終わります。